ようになってるところが。なんか珍しくなく見ますね。無料になってるから、この国道3と言ったって田舎道みたいなもんで、今はね。この高速はね、左か右かわからんけど、山の中腹を突っ切っていってる感じです。新幹線は山のどこでしょうね。山のそれもトンネルか。それはその篤姫は何を思ってね言ったのか。あっち篤姫が通った中場所、石橋はもっと先かな。そうだ、そう感じします。新幹線のトンネル、一瞬トンネルから出てすぐまた入って橋を通って、源泉かけ流しだそうです。